三戸町は愛知県ホイ群にあった町。2008年1月15日、ホイ群を東和町と共に豊川市に編入合併された。旧三戸町域の住所表示は豊川市三戸町となっている。三河湾に面している。温暖な気候と豊かな自然に育まれ、海から町の歴史が開かれた。町域は東西 7.73km、南北 7.53km。 北西から南東にかけて広がっており、その形は湾曲している。北西部は山林が広がり、オトア町との境界には宮寺山がそびえている。太平洋側気候に属し、比較的温暖な気候である。ただし冬場の最低気温に関しては、摂氏冷度を下回るのが一般的である。地目別面積の水位は以下の通り、行政区域のすべてが、 都市計画区域内にあった。市街化区域は389ヘクタールで、行政区域全体の20.8%、残り79.2%を市街化調整区域が占めていた。詳細は以下の通り。総国風土器によると、高原天皇が東国へ行航した際に、乗っていた船を寄せたことから、当地を三つ港と名付けたという。 港はいずれも港を意味し、これに損傷、5がついている。水戸町の名は、これに由来する。水戸町内には、11の大技が存在した。水戸町内の住所表示は、保育群水戸町大技自一番地のようになっていたが、豊川市との合併に伴い住所表示を変更した。この時、水戸町の名を残してほしいとの要望が寄せられたことから、 豊川市水戸町一番地のようにすることが決まった。ただし、大あ氏も沢木神殿の表示は、神殿に大、大あ紺のあざ、の下の表示は、紺の下に改められた。水戸町に隣接する豊橋市の売り合遺跡には、多数の農耕具が出土しているが、水戸町地域はこの売り里に居住していた人々の生活圏内にあったと見られる。町内では、 長床遺跡をはじめ石堂や遺跡、河原田栄遺跡などの遺跡群が確認されている。長床遺跡は1936年、水戸南部神社高等小学校の行動建設工事の際に発見された。高槻を含む数々の土器が出土したが、それまで知られていた弥生土器とはいくつかの点で様式が異なっていた。具体的には、壺の道具が、 ソロンの玉のように上下のすぼまった形状をしており、波線と直線が交互に引かれていた。また、客台のある河原家には、二塗りが施されていた。ガマゴーリ市在住の考古学研究家、久永春夫は、長床遺跡で発掘されたこれらの土器と特徴を同じくする河原家を、長床式土器と称することを提唱した。発見から約半世紀後の1987年、 行動の取り壊しと、工程拡張が行われたのを機会に、再び調査が実施された。石堂屋遺跡では1985年、愛知県立ミッド高等学校の建設工事に際して、愛知県埋蔵文化物センターが調査を実施した、結果、弥生時代後期の土器が出土した。河原田 A 遺跡は、県道国府前芝線の建設工事中に、 土器片などが発見されたことによって存在が明らかとなった。1965年11月に行われた愛知大学文学武士学研究室の調査では、石器、長床式土器の存在が報告された。また、萩原神社遺跡及び日本松遺跡には土器片が散乱している。広石の新宮山では1878年、道路工事中に銅宅が出土した。 この銅鐸は高さ4 6トル、底部長径2 4トルの流水分銅鐸で、1974年に愛知県の有形文化財に指定された。町内にはこの他に2つの銅鐸が出土したと記録されているが、いずれも実在が確認されていない。町内の主な古墳はアナカンノン古墳と船山古墳である。 穴観音古墳は、水戸高校の西方に位置する円墳で、横穴式石室に石像の観音像が安置されていることから、穴観音古墳の名で呼ばれる。直径は20メートル、高さは5メートルで、石室の全長は8メートル。船山古墳は、全長37メートルの前方公園墳で、北東に位置する公園部には洞窟の跡と見られる窪みがある。この今地区には、 横穴古墳群十二期があったが、その姿を止めているのはわずかに七号墳のみである。俗日本記や、類似国史には、七百二年に、児藤天皇が、三河国を行行したとの記述がある。万葉集には、この行行について読んだ歌として、長い三木奥間の歌、インウマのに、二ライリランリ、コロモニオはセタビの印に、や、高市連国人の歌、 どこにか船止まりテスラムアレの先漕ぎめぐるみ行き地、棚なし小舟が見える。これらによると、地頭天皇は船に乗って、陰馬のアレの先に上陸したと読み取れる。いざよい日記中にある引き馬の宿について、鴨の間淵が浜松北方とする見解を示して以降、陰馬の弟海と,うと,うとする説が拡大した。対して、千学や奏のあずままろ、斎藤もきちらは、 三河説を唱えたが、現在では、校舎が有力視されており、音羽川の河口に近い水戸町を馬のあたりであると見られている。また、昭和末期に造成された埋め立て地三河臨海緑地の一部には、あれの先の地名が付けられた。平氏を打倒して、政権を掌握した源の頼朝は、足立東九郎党森永を三河国の仕事した。森永は、 西を馬や渡者を創建したと伝えられている。南北朝時代には、沢木一帯を治める沢木氏が起こった。太平記の中には、沢木姓の人物が何人か見出される。足利高氏の命で、旗の氏が入り、現在の豊沢に大沢城が築かれる。戦国時代には、水戸山に大恩寺が建立された。同時は1479年に、松平地方田の回帰。 両暁経前の解散により、新宮山に解散した大雲寺を起源とし、代々菩提寺としてきた牛久保城主、三河牧野氏の援助により、念仏堂が建立された。この念仏堂は後に国の重要文化財に指定されたが、1994年に火災で焼失した。沢木は、作手地方を本拠とする奥平氏が領有したが、 東方から進出した今川氏の支配に服した。桶狭間の戦い以後は、没落した今川氏に代わって、松平元康が進出し、長沢松平家が、長域の大半を領有した。家康が関東地方に違法されると、長域は池田照正の所領となった。下沢家には、沢城城跡がある。三河国二洋省には、沢木右京の助明秀の公営。 沢木と太夫や、奥平兵庫、三浦様之助義成がここを居城としたとある。大沢城の旗の時政は、長山一式城の一式寺への悲観であったが、応仁の乱の西軍に加わった時家を倒した。しかし、後に、時勢は、牧の政治に打たれる。長域には他に、重松城、五馬城、竹本城などがあり、地域の有力豪族が構想を繰り広げたものと、 見られる。江戸時代に至ると、灰の、金割、茂松などは天領、上、沢木、下沢木は、新城藩領、広石の一部は、大恩寺領というように再編された。その後も、各村の勢力関係は、幾度も変遷した。大馬港は、三河五下港の一つに数えられ、年貢前が江戸へ送られた。地域の海鮮にや渡辺家の第八代当主、 渡辺富明は、郷土史研究に取り組み、また、和産の分野にも、関心を示した。18世紀末には、俳句結社、大間港社中が起こった。1868年になると、町域の大半が、三河県に属した。さらに、静岡藩や静岡県を経て、1871年に、町域はすべて、ぬかた県下に入った。翌1872年5月。 ぬかた県は、愛知県に編入された。大工小区制に基づき、保イ群は、県内9大区のうち、第6大区に分類され、町域は、第5小区とされた。1889年10月1日、西方村、なぎの村、広石村、豊沢村、本野村の5村が合併し、水戸村が成立した。同日には、沢木村及び大馬村が成立した。 1906年、この三村が合併し、新たに三戸村が成立した。この頃、当地域では、養産業が大いに伸長していた。1919年の眉生産額は477,675円と、米生産額の約3倍を記録し、主要農産物中の第一位を占めた。1920年の三戸村事務報告は、本村の農業派、 10年前にハベエム作に、彩も重機を受けき、養蚕業を、副業と接しも、今や養蚕ハッシュ業となり、旗破壊草園、となると記している。しかし眉は、価格変動が激しく、1920年の、生産額は25万5040円と、前年実績を約4割下回った。以後数年間の生産額は、おおむね15万円25万円の間で推移し、 なおも主要農産物としての地位を維持したが、昭和期に入ると衰退した。明治末期に16を数えた製紙工場は激減し、第一次世界大戦後には不況の影響もあって4工場が残るのみとなった。対して海苔の生産は拡大した。三戸村道路原表交通、輸送網としては、東海道本線が付設され、三戸村内には五輸駅が設けられた。 同駅に近い海岸には、西方向が建設され、漁船の避難港として、また木材や石炭、肥料の輸入港として機能した。また、道路法に基づき、県道三国豊橋市や県道国府、三谷線が認定された。1929年12月19日、村議会で村長が提出した、調整施行の議案が可決され、次のような申請書が、 愛知県知事宛に送付された。三つ村派従来農村のところ交通支弁のため前時商工業者、増加市長型を試したるに入り、ライル賞は5年2月11日期限節の過信をとし、村尾町と松室戸工場ご許可賞制度別市損会決議書者平二参考書類及び図面装点へ、この段及び申請功なり、 県知事の許可は1930年2月10日に降りた。司令地第11号昭和4年12月25日府、水戸発第488号申請昭和5年2月11日より、村を町と、ためすの県許可数、翌11日、水戸村は調整を施行し、水戸城が成立した。当初は沢木村の隔離病者を移築して、これを役場庁舎としていたが、 老朽化が進んだことから、1935年に、庁舎の新築を決定した。新庁舎は、翌1936年3月25日に、竣工し、27日には早くも、町議会が開催された。旧庁舎は、ミ戸町信用販売購買利用組合が借り受けたが、1945年8月、爆撃によって崩壊した。 第二次世界大戦中の1943年には、豊川海軍交渉の防衛を目的として、水戸山に砲台が建設され、横須賀海軍警備隊第四寺山砲台第66、分隊が配備された。1945年8月7日、交渉を中心とした一帯を米軍が空襲した。水戸町も爆撃を受け、第四寺山砲台は飛来する、米軍機に砲撃を行い、 うち一機を撃墜したが、他の爆撃機には命中しなかったという。交渉は爆弾の雨にさらされて壊滅した。戦後は、町営住宅の建設を進めて、住宅事情の改善に努めるとともに、三河湾に面する海浜を埋め立てて、沢木浜や三行浜を造成し、企業誘致を推進した。沢木浜には、エクシムや愛知ニコンをはじめとする製造業者が集積し、 また、三幸浜にはマリーナが形成された。1996年からは、水戸、祭りを年一回開催し、地場産業の掘り起こしや賑わいの創出を図った。保育軍を構成する四町と豊川市は、2001年に合併協議会を設立して、対等合併の可能性について、検討作業を始めた。それから2年余り後の地の2004年2月、合併の是非を問う。 住民意識調査が実施された。三市町で合併に賛成する票が過半数を占め、二町で反対票が過半数を占めた。この結果を受け、一市四町の合併協議会は解散した。その後、一宮町は独自に豊川市との合併協議を進め、2006年2月に正式に合併した。同年三月、音羽町が豊川市に合併協議を申し入れ、 6月に合併協議会を発足させた。水戸町も再び合併に向けて動き、10月末に合併協議を豊川市に申し入れた。翌2007年6月、豊川市、音羽町、水戸町の三市町は合併協議会を設置、8月に合併協定が調印された。2008年1月15日、調整施行から78年弱で水戸町は廃止され、 豊川市に編入された。水戸町発足前水戸町発足後2006年の高齢者人口は3033人で人口全体の22.2%を占める。2002年以降の統計結果によると人数、割合ともに増加傾向にあった。各年10月1日現在2000年10月1日現在、内訳水戸町史上最後の町長となった2006年の 町長選挙では、現職の深谷康則が前町議の鈴木院政を破り、4選を果たした。当日有権者は1万851人であった。各候補者の得票数などは、以下の通り。投票総数6009票、内有効投票数5865票町長、深谷康則2006年度決算によると、 一般会計の歳入総額は約44億7348万円。歳出総額は約42億8286万円であった。歳入総額は前年度と比べて1億5229万円減少した。3位一体の改革の影響により、調税が増加した代わりに地方交付税が大幅に減額された。このか。 主な増加要因として、地方常用税の増額、減少要因として寄付金の大幅な減少などが挙げられる。歳入の内訳は、金額順に、町税22億5343万円、町債5億3420万円、地方特例交付金、利子割交付金、常用税、取得税等4億8853万円。 地方交付税3億4990万円など。歳出の内訳は、民生費6億8944万円、教育費6億5511万円、総務費5億8484万円、土木費5億6913万円など。特別会計の決算を見ると、国民健康保険特別会計が、歳入12億9663万円、 歳出12億655万円。また、公共下水道特別会計が、歳入12億41万円、歳出11億8966万円などとなっていた。2007年4月22日実施の統一地方選挙では、議員定数12に対し、13人が立候補した。水戸町は、豊川警察署の管轄区域とされていた。町内には、 交番が一つ設置されていた。消防は市町村の本来業務であるが、水戸町は豊川市消防本部へ消防業務を委託していた。町内には豊川市消防署の密出張所が設置されていた。水戸町は三つの分断からなる消防団を置いていた。豊川市との合併後、水戸町消防団は豊川市消防団第七方面隊に再編され、分断の名称は 水戸第一分団、水戸第二分団、水戸第三分団とされた。2005年度の水戸町消防団の団員数は108人。衆議院小選挙区では、水戸町は愛知県第14区に属していた。水戸町として最後の衆院選となった2005年9月11日の衆院選における同区の選出議員は鈴木勝政であった。 2005年の水戸町の就業者総数は7602人。うち、第一次産業就業者数が1039人で、全体の13.67%以下、第二次産業2807人、第三次産業3731人となっており、第三次産業就業者数が最も多かった。全就業者数に占める、第一次産業就業者数の割合は、 愛知県では全国平均を5割近く下回っているが、水戸町に限って言えば突出して高かったと言える。日本有数の生産量を誇る水戸町のシクラメンは1970年に栽培が始まった。現在では15個の農家が5.8ヘクタールを栽培し、約50万鉢を全国へ出荷している。この他に1974年に栽培が始まった。 一軸も特産品で、高級料亭などに出荷されている。ひまわり農業共同組合の一軸部会は1997年、第27回日本農業賞を受賞した。農林業センサスによると、農業従事者数は1977年に2974人で、あったが2000年には2306人に減った。林業従事者は、 1995年調査の2名を最後に姿を消した。2005年の耕地面積は364ヘクタールであった。内訳は以下の通り。2005年の農業素生産額は約35億6000万円。内講種が33億5000万円。畜産が2億1000万円であった。主な品目の生産額は以下の通り。 2001年10月1日現在の事業所数は建設業で78、製造業で147。従業者数は建設業で483人、製造業で2434人。2005年の製造品出荷額等は569億4461万円。内製造品出荷額が511億7913万円。 加工賃収入額が57億5910万円。2001年10月1日現在の事業所数は、運輸、通信業で18、卸売業、小売業、飲食店で208、サービス業で185。従業者数は、運輸、通信業で245人、卸売、小売業、飲食店で980人。 サービス業で1,144人などとなっている。2004年の年間商品販売額は、卸売業で56億1,596万円、小売業で90億8,160万円であった。製造業金融機関その他未都庁廃止時点で、町内には、一般診療所が9カ所、歯科診療所が4カ所、薬局が5カ所存在した。 水戸町を含むホイ軍の各町と豊川市は1963年、一部事務、組合、豊川ホイ衛生組合を共同で設立して、市業の広域的処理を開始した。2001年から2005年までの5年間を見ると、ゴミ収集量は3248トンから3853トンに増加した。逆に市業の収集量は1854。 キロリットルから1549キロリットルに減少している。1996年度からの10年間における上水道普及率などの推移は以下の通り、水戸町内の公営住宅は以下の通り、水戸町内の指定文化財は以下の通り、水戸町内の登録有形文化財は以下の通り、水戸町廃止時点で町内には高等学校一校、中学校一校、 小学校2校、保育園5園が存在した。保育園のうち、緑保育園は2005年度から休園した。中学校の生徒総数は2001年に497人であったが、2006年には378人に減少している。2006年3月31日、構造改革特別区域推進本部は、水戸町全域を構造改革特別区域として、 認定した。これに基づき、水戸町は小学校からの英語教育、外国人英語講師の起用、小中学生の海外派遣などを推進した。水戸高等学校高等学校中学校小学校、保育園ホール、集会場図書館公民館豊川市との合併に伴い、中央公民館は豊川市水戸障害学習会館に、 その他の公民館は、畜市民館に改められた。自動館体育施設その他 JR、東海道本線と国道23号が町南部を東西に貫通し、町域のやや外側には、国道1号や名鉄名古屋本線が、さらに離れて、東名高速道路が通る。鉄道駅は、愛知水戸駅のみが存在していたが、隣接していた豊川市の国府駅も町民にとって、 重要な交通結節点であった。この国府駅と国道23号を南北に結ぶ都市計画道路の整備が1981年から進められ、豊川市との合併後も継続された。また、国道23号と国道1号の間には両路線の混雑緩和を目的として名誉高道路の整備工事が進行中である。二千五年三月十一日現在、 ちょうどの総数は869本、実演長合計は202,498メートル、舗装率は82.9%、改良率は57.1%であった。神神社1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。